はい、こんにちは、ビッグボーイとビッグママです。さあ、ちょっと久しぶりにやっていくファークライ4。ですね、まあそこそこちょっと僕が一人で進めたりもしてたんですけど、僕まだ全然キャンペーン進めてないので、あの北の何してんの誰だお前ちょうど敵だったんだよね。あの北の領地、画面のこっから先のマップは実はキャンペーンを進めないとコープではいけないと。なので、今回、もう、こっちの行ける領地の範囲内でどんどん要塞を陥落させていこうかと。前回結構このバルシャコットの要塞を落とすのに手間取ったんですけども、だいぶ武器とかも潤って、まあ、エイム力も潤ってると思うので。でまあ、まずね、その、こちらの、バガドゥールという、要塞に行くんですけども、そこの道中にあるシャナス訓練所、この基地も、落としてから、そして要塞を落とすと、そのような感じでいきましょう。はい。まず、そこの、要塞が、いて、おい何してんねどうしたん、なんか、よくわかんないおっさんに惹かれた。わぁ、危ねえな、お前。しっかりしてくれよ。お前、ボディアマー切れたじゃん。ちょっと、初任ボディアマーくれ。まずも最初の目的地は、こちら。まあそこまで行きましょう。ヘリが欲しいね。なんか面白いことしてるな。道路走れ。お、ローカルレンガ工場。どうする、もうちょい行く？じゃあ俺この辺で降りていくわ。オッケー。どうも、りょうじゃん。これは私がすんの？何？あ、これ上だな、まだ基地。ちょっと、これなんかあるじゃん、工場。いや、こっちだよ、行くところは。工場は制圧しないの？そこは別に基地でもなんでもないよ。あ、そうなんだ。でも敵いるよ。気のせいだ。そうか。一応基地指定にはなってないから。ちょ待って。サイに殺されかけてるんだけど。あオリエマンなくなっちゃうぞ。あランチャーねえから壊せねえ、これ。行って。あ、それ折り継ぐのトラック。あ、無視してこっち来て。ガシリンジキット2個も使っちゃった際に。嘘。サイが強すぎた。どっから登ろう。あ、カルマイベントか。カルマイベント、めんどくせえな、こういうのが。まあ、カルマイベント結構お金くれるし。さあ、近づいてきました。今回、僕はこの、AR にサプレッサーがついている、MS16 っていう武器もあるので、まあ、暗殺としたら投げナイフ、で、サプレッサー武器、そしてリカーブ棒と。そして餌だね。そして餌。うん。要塞を攻めるときはね、餌は通用しないから。俺はやっぱハンドガン一本でいくから、今日は。さあ、いました。オセロットの気分でやるから。リボルバー？リボルバーオセロット。あそこにもいる。リガブボさあ、警報器がね、2つあるのでね。2つしかないの？あ、まずあそこに1つあるね。とりあえず警報器壊せば勝ちじゃねみたいなとこあるよ、ね。うん、まあ。絶対にバレてはいけない。ね。あっちの警報器壊したいな。結局もう一個どこにあるの？全然わかんない。一個しかわかんない。あ、硬そうな敵もいるな。トライんじゃん。あ、見つかる草むらに入りつつ、おいおい、危ねえ。草むらにしゃがんで入ってると見つかりにくいんだよね。そういうのもしっかりあるんだね。どうしよっかな。あ、警報器まず一つここにあるのか。
知ら。どうしようかな。いや、まだ。ちょっと周りをね、ちゃんと見て。結構いるなぁ。餌投げて、その間にちょっと一つだけ壊そうかな。あ、いいんじゃん。野生動物、餌よ。どうだ。お、なんか来たか。あ、ヒョウが来た。じゃあその間にあれを一個壊した。オッケー。で、もう一個がこの真下にあるんだよね。だからちょっと場所変えようかな。裏回ればいいんじゃない。裏ちょっとぐるっと回るわ。いや、見つかる見つかる。あれ、え、何やっとんねん。嘘ね。ステルスゲーとは何だったの。お前全然処理してないじゃん。勝負だ。あー、一個鳴らされた。で、多分俺まだ見つかってないから。え、警報器は全部壊した。かかってこい。警報器壊したところで。俺まだ見つかってないからね。嘘。3人ぐらいやったよ。やっぱステルス向かないな。本当よ。あれでもヒョウが大活躍。やばい、襲ってきて、ヒョウが襲いかけかかってきた。やめて。やめて。あ、倒した。これ増援来たらつまね。いや、増援大したいないわ。うん、ママいるな。嘘を打つ。機関銃みたいになるんだけど。お、狙いにくい。一人やって。あ、見つかった。ポスター取って。ん？テイクダウン。テイクダウンゲーだから。ボディエマン、もう切れる。お前、俺全然活躍してねえよ。倒して。俺もうすげえ前線だけど。テイクダウン。ノーノー、やばい、死ぬ。どうした？ゲイ。ほぼやってないってね。夢で3人ぐらい殺したけど。さあ、もうステルスのね、ウォーミングアップはこんなもんでしょう。ボディアーマー全部切れちゃった。ボディアーマーってどれ？え、HP ゲージのさ、上になんか、もう一つ白いの。それがゲージ。で、ここでとりあえずなんか買えるから、買おうかな。スキルがバンバン上がるんだけど、10個残ってんだけど。なんかもう振っちゃうよ、どんどん。虎とかに。虎の方がいい。やっぱ攻撃重視がいいんじゃない？これから行く。いや、俺はね、もう守りの人間だから。おう。さあ、ボディアマ。とりあえず解放できる虎全部解放するわ。ま、守りじゃなかったのか。いや、誰が守りやねん。俺スキルポイント2ポイントやるけどね、もう、虎も象もね、半分ぐらいもう、取得したからね、もっと、コストが。やりすぎだろ。キャンペーンが全然進んでないのに。キャンペーンが全然進んでないのにね。うわ、トラトラ。うわ、トラトラ。いやトラ。かわいいな。猫科はダメ。あ、倒れた。俺をもらおう。外から階段だけでも動物の肉がいっぱい詰まった袋を持ってる人は誰だ。面白すぎだろ。さあじゃあ次行くの。真面目タイムですよ。バガドゥール。ここね、これでもう一個終わり。何が？これでもう一個終わり？基地はね。おいよ。でね、こちらの、ここね、この要塞多分ね、橋でね。うん。見つかる感じ？見つかりそうだからね、川渡って、川渡っていく方がいいな。今もちょっと僕が運転しよう。って。早く動け。このゲームってタイヤパンクしたりしない？え、するんじゃないかな。おー、見事聞いた。フロントガラスはもうバリバリ割れてるけど。あ、また捉えた。下手くそ。俺の素晴らしいカーチェイスだ。なんか、お前かよ、やめろ。弾がもったいないぞ。いいよ、弾あげない。
このリボルバーのリロードかっこいい。カシャン。うん、弾全部いっぺんに入れるじゃん。ああ。さあ、川、ストップ。もう見えてる。ま、俺が。うん、あれ違うな。あ、まだいけるわ、車で。バカ野郎。まあ、俺は走っていくぜ。こう端からスポットできる。うわぁ。いや、まだ見えないと思うな。うん、なんだ？トカゲみたいのいる。あ、じゃあワニだ。え、ワニいんの？ワニが一般ピーポー殺してる。ほんとだ。あ、倒した。え、なんかあるよ。これ読めよ、お前。え？これ、なんかあるよ。いや、多分大したもんじゃないけど。面積事故。ワニが強かったみたいな書いてあるの？いや、書いてない。死んだ後に何ワニが強かったって書いてある。さて、じゃあ。もう行くぞ。そろそろ見えてくるはずなんだよ。その真面目タイムね。で、グラップルできるところがあってほしいんだけど。俺、泳いでく、あえて。正面突破しかないってなるとちょっと困るんだよな。正面突破だってさ、ね、ステルス不得意なお前はいいか。いや、だけどね、ステルス向きの武器じゃないがものがあるとすれば、リボルバーとただの AR しかないからな。向こうに橋が見えるでしょ。地区橋？うん、あそこの左が、あれがもう要塞なんだよね。ほうほう。だから、こっちから、だってこっから索敵は多分できないよね、まだ。いや、無理だよ。もうちょいさ、上、そっちに道あるから。うん、こっちの上の方から。難しいですね。上行きたいね。要塞は多分ね、もうまた、アルシャコット同様、素晴らしくて難しいと思うから。うん。あ、でもね、ボディアマーもあるし、メディカルシリンジも。ヌーア。ヌーアがいる限り、要塞の防御は固いぞ。俺らの方が固いからね。あそこがね。ちげえよ。で、ここに洞窟あるけど、ここは行かないの。ね、そこ出たら要塞の中入りますみたいな。あ、そういう感じか。それはないか。なるべくしゃがんで行動をね。あれこれ、まだ上行けるかな。これ何？あの、警報器のマークなの？あれ。うん、あの、この、うん、これは警報器3つだね、また。ここから下見えるんじゃないか。怖い怖い怖い。あれ？ここの真下がもう要塞？あれ？多分ね、だって警報器あるじゃん。いや、やっぱあの洞窟の中なんだ。あ、待って、こっちから見えてる。もう1人見える。1人スナイパー。あの、滑り落ちたように。あ、やっぱ中だね、洞窟の。ちょっと待って、こっちの丘からちょっと見えるな、敵。スポットしていこう。SR だけでもやるっていう。あ、危ないな、これ以上降りたら。洞窟の方行こうか、ちょっと。まあ、警報器を全部壊しちまえばね、まあ最悪バレても。まあそうやね。どうにも来ないから。え、でもステルスでやるんじゃないの？やりたいです。ハンダガンかめてっから。サプ武器。あ、もう中だ、超中だ。でしょ。あ、いる、いる、いる。お二人様。これも引き返せないよ、こっから。あ、引き返せるわ。ちょっとバレないように索敵。二人しか見えないな。とりあえず二人やる？いや、もうちょっと索敵しよう。そう。ここにはいない。こっちはどうだ？この要塞むずすぎやろ。もうすでに超緊張してんだけど。焦り症かな？二人いた。一人いた。
一人いた、あ、もう一人いるね。俺らは裏を取ってる感じかな、要は。そうだね。いや、この二人はバレないようにやるってな。あ、待って待って、そこにいる、そこにいる、いる。ここにいる。本当だ、本当だ、本当。やれやれやれ、こいつはやれ、お前がやれ。待って。ナイス、ナイスチルス。あ、もう一人いた。ってことは逆にもいるっていうのは？いや。しゃがみながら。とりあえず今二人やって、ここに警報器二つあるんだ、すでに。ね、あの二人をね、ちょっと別のところに誘導したいな。石ころか？ちょっと待ってね、ちょっと場所を変えるわ。ああ、めっちゃ緊張する。二人いっぺんにやっちゃうんじゃない？いや、あのね、なるべく誰にも悟られたくないから、さっき通ってきた通路の後ろに行きたいな。ちょっと、石ころよ。俺の真下に敵いる。あ、いるわ。ちょっと待って。あ、いるね、真下。だいぶ強いじゃん。二人離れてったな。ちょっと待って、もうちょっと観察していこう。あ、弾薬ここにある。いただき。こっちに敵は。あ、なんか一人来てる、一人来てる。ゴリラ来てる。あ、マジだ。ちょっと待って。こいつ弓でやれるか。やった。ナイス。やれるんだ。弓最強かよ。弓最強だわ。あの鎧偽物かよ。あ、でももういねんじゃね？いや、ちょっと待って。もう一回下見るわ。もう最新の注意を払って。そうやね。行こう。まず警報器壊してんよな。先に敵が先だね。ちょっと待って。あ、一人ね。こっちにさ、敵いんだけどさ、テイクダウンで殺せんじゃね？いや、あのね、出ているかもしれないから、それは、そうやな。やめといた方がいい。こっち通路に一人来たからやるわ。オッケー、やって。やった。これどん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 やれんじゃね？こういう感じで。でもこいつやれるわ。やっちゃうわ。やれ。うん。警報器壊そう。俺も警報器壊そう。オッケー。オッケー。あと一つ。さあじゃあ外に出てきましょう。中は制圧 OK。とりあえずこいつ殺すぞ。OK。気をつけてね。この警報器、あ、この警報器あるじゃん。お、ナイスナイス。あ、もう OK じゃん。OK。で、真下にね、真下にも敵いるから俺やるわ。OK。じゃあ俺 SR やろうかな。いや、まだまだステルス、まだステルス。OK。やった？やった。ちょっと外に。まだいる？あそこに SR がいて、ちょっともうちょっと外出てみるわ。あ、いる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 。スポットエッド。スポット。あ、あ、目の前にいた。まだバレてない。あいつやるわ。OK。どっちに座るだけじゃね？あれ？あとに座るだけ？お前やっちまえ、実況者。いや、ここは君にかっこいいところ。なんでだよ。譲ろうか。お前やれよ。わかった。ミスんなよ。ええ。余裕かよ。やったウルゲーだな。要塞制圧。ウルゲーだな、マジで。何がベリーハードよ。あれ？さっきのノーマルなんでミスったんだ？本当よ。一回も死ん、え？一回も死んでないじゃん。この前ボコボコやられた。素晴らしい。いやー、やった。やったな。これが達成感、ぬ。これが達成感。バガルールを確保したの？したよ。認めるわ。本当にすごい。知ってた。ハガンの反撃を抑えられるけど、ヌーアの首は必要ね。ヌーアって誰？え、キャンペーン進めてないから分かんない。で、どういうの？さあ、予想以上に今回、さらっと終わってしまって、困ってない。じゃあ、今回、ここまでにしますか、じゃあ、とりあえず。Okay. でね、とりあえず、キャンペーンを進めない限りには、もう、
この地域内で行けるところは、あと一つだけの基地と、あと、正面突破しかなさそうな、この、どこだっけな？これだ。ラトゥガディっていう、ヨマっていう人物の要塞。あと、これだけなんだよね、今行けるのは。なので、まあ、実質、まあ、これからまたコープをやることがあるかは、機会が、まあ、あるかはわかりませんが、とりあえず次回で、一時コープは終了と、いうことを予定しております。悲しいな。なので、まあ、次回、この、キングスブリッジっていう橋で、挟まれている、このラトゥガーディっていう要塞、行きたいと思います。じゃあ、今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。